ぜ俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて、このままじゃ。避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。蹴散らして。アカム、住民に近づく巨人を排除しろ。別の貴公子が接近してきます。そう、また住民に向かっていくぞ。蹴散らしてお願いします。了解だ。生きられるのは勝者だけ。生きられるのは勝者だけ。おい、さっさと中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。あれは救援要請か。散らして。さばいて。サシャ、なぜここに？もう一人仲間とはぐれちゃったんです。助けてください。了解だ。生きられるのは勝者だけ。助かりました。同じ班の人たちを見失ってしまいまして。怪我はないならすぐに動く。戦わなければ勝てない。よし、今度はなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある、エレン。あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八かあそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。かっさばいて生きられるの指導者。俺たちも続こう。待て、コニー。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。かっさばいて助けないと。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。感謝する。このままじゃ。ごめんなさい、もう。あれ狙う。救援要請だ。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった。みんなやるぞ。痛くなければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、よし、みんな本部を取り返そう。するんだ。本部やってみるか。みんな行こうぜ。本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。やってやりましょう。人類の怒りを思い知れ。生き延びて僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。人間様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。邪魔しないでかっさばいて。すげえなミカサは。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いやいつみたいな冷静じゃない。このままじゃいずれミカサこの世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え戦え戦え。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわあ巨人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。